まるっとカルタ作業、こんにちは。今年ももうお仕事も全部終わりまして、年末になりました。2022年なんですが、いろんな意味で、2022年でしたよね。そしてほら赤ちゃんもできたし、はい、であと何ですか、あとラビットのゴールデンもやったしね、はい、ラビットのゴールデンもやったし、で本並さんは車も買えたし、いやそれは関係ない、あとひろみさんの赤ちゃんグッズとか赤ちゃんエリアを作ってもらったとかっていうのもあるし、うん、結構たくさん2022年は盛りだくさんでした、うん、どうでしたか。そうでした。ちゃんと細かく言って。そうでしたよ。 何が面白かったのか、やった面白かったんだけど、でもワールドカップがあったからさ。あ、ワールドカップがあった。そうそう、でワールドカップで本当にずっとワールドカップではお仕事をずっとやらせてもらってたから、ほとんど一緒には入れなかったけどね。はい、私は一人と赤ちゃんと一緒にワールドカップをゆっくり見れたし、ただちょっと仕事もしたかったなと思った。なんか胸にそれは来ませんか、一度だし。ワールドカップの話、違う、今回は時間帯の問題でって言ってた。だから4年後の、そう、来年は女子のワールドカップもあるので、うん、そこは働きに出れたらいいなっていうのと、あと4年後、まあ、だって子供も 4歳になってるし、3年半後ね。そう、3年半後か。だからその時はなんかこう夫婦で一緒に仕事できたらいいなと思ったりとかもいろいろしてます。イエス。なんかできなかったこととかありますか。 CM に出なかったです。確かにそれはそうですね。だから来年の2023年の目標は夫婦で CM に出るっていうのは目標にして、はい、うん、まあ、これはずっと永遠の目標ですね。皆さん多分思ってることだと思うんですけど、何でもやりますのでぜひよろしくお願いします。そして私はこれから産休に入って、年内で産休じゃないよ、年内で、で1月2月は2月なんですけど出産が、まあ、1月はちょっとゆっくりしていろいろ準備をしてっていう感じになると思います。本並さんはもう年始、はい、が結構バタバタして忙しいね、はい、波が本並です。何言ってんですか。波が来るんですけど、一生懸命働いて稼いでもらいたいです、ね、で私もテレビになかなか出なくなるので、まあ、どのぐらい出なくなるか分かんないしね、産休で2ヶ月取ってるから、まあ、5ヶ月ぐらい出ないのかな、半年ぐらい出ないのかな、分かんないけど、そういう生活は今までしたことないので現役辞めてからは、なので、まあ、不安もあるんですけど、YouTube の方は基本的になんかこうできるだけできたらいいなっていうのがあるし、まあ、インスタもツイッターも営業してますからね。だからちょっとでもこう、まあ、妊婦の方だったら赤ちゃんを産む方とか同じ時期に産む方もたくさんいると思うんですけど、そういう人だったりとか、そういうお母さんたちと、ママ友が私はいないので、なんかこう皆さんとつながれたらいいなと思っています。はい、2023年の抱負お願いします。抱負何やったっけ、前の人って言わせた。いや、思い出して。さっきです。私2023年だって、2023年はまず元気な赤ちゃんを産むでしょ、うん、そこがもうさ、未知の世界なのでどうなるかっていうのもあるんですけど、こうやっぱこう私たちサッカー選手だったから、なんかこう試合に1試合行く感じ、90分で終わらないと思うんですけど、延長 PK まで行かないように頑張って生み出したいと思います。はい、お願いします。中で、ないの、目標立ててたでしょ。何だっけ、分かんない。何だっけ、何だっけ、健康とか言っとったやろ。なんか一緒、なんか一緒、確かに見てたんだけど、何だっけなと思って、私も今すっかりこう忘れた。はい、だから年末年始は
まあ年越しそばも食べれるし、あと最近年明けうどんっていうのもあるんだって。そうや。え、なんで？いいじゃん別に。うどん毎日。うどん好きでもいいじゃん。ああいうお肉入れてさ、まあうどん食べてるけどね。まあ、そういうのもあるので、こう今年は家族でゆっくりできるので、いろいろね、ゆっくりしたいなっていう感じと、はい、本並さんが赤ちゃん生まれてから。その娘をこうどこに連れて行っていくかっていうのをなんかシミュレーションしたいらしく、そうだから年始に2人で、まあ2人で行けるところも少なくなるので、いや行けることが少なくなるの、うん、だからちょっとそこのちょっとシミュレーションを兼ねてなんかいろんなとこ行くんだよ、うん、年始に。なのでちょっとそこは楽しみです。はい、そうみたい。そんな感じで2022年はどうも皆さんありがとうございました。また年明けに、YouTube の方をやりたいと思いますのでよろしくお願いします。2022年ありがとうございました。2023年もよろしくお願いします。はい、この動画を見て赤ちゃんがもしかして娘って言ってるけど息子が生まれてきたらびっくりしちゃうねと思う方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。わかんないって言うけど、でもパッカーン開いてたから多分女の子だ。先生も、まあ、99.99999% 女の子だって言ってるので女の子だと思います。このほなみちゃんのこの鼻と同じ鼻をしている娘でした。またでも、また報告します。バイバーイ。